さて、どうなることやら。兵力で圧倒的にこっち側の不利なんですよね。ただし、霧が出て、こっちか。敵はどっからこっちに一部隊。こっちにでかい部隊がいますね。この辺に移動していきましょうか。倍の速さで移動してもらっていいですか。あ、ここはもう配置できないのか。じゃあこういう感じで移動すれば、こっち詰められるでしょ、ちょっと。とりあえず、こっちは一部隊だけなのか。こっちはじゃあ、警戒をちょっと弱めましょうか。うわ、いっぱいいるな。こういう感じで長く展開させましょうか。薄く。この一部隊は、弓足があるか。ということは、突撃の圧力がないわけですね。弓、槍、弓。やりやりやり、これが問題ですね、きっと。このやりやりやりが、さてどうなるかですよ。本当にこの肉弾戦に持っていけるのはこの60の侍家臣団のみっていうのがなかなかきついですよね。さあ始まりますよ、矢合わせが。3回体験にして緩めて撃たれないようにしましょう。さあ始まりますね。こっち側の部隊もそろそろ交戦しますよね。少しだけずれましょう。さあ、連呼が始まりましたね、太鼓の。まあ、こっちはもう矢合わせ同士なんで、あまり動きはないでしょう。そうですね、まあ、味方大将が前線で戦ってますからね。でも、だからどうしたという話ですよ。もうこちらとして何も打つ手がないわけですからね。こっちはすごい地味な感じになってますね。まあ城に寄ってる方が当然有利でしょう。さてここですよ、問題は。さあ来ますよ。どう来るつもりだ、これ。門を攻めてくるのか、違う、登ってくるのか。もう登ってきてますね。さて白兵戦準備しますか。とこいつを白兵戦にしましょう。これも白兵戦にして、とりあえず水際で押さえてますね、城壁で。これ槍ツンツク出してんのか、別に違うの、切り込んでるのか。切り込みましょう、こっちの弓を捨てた槍、弓足軽も。お、押し返した。やっぱりでもこの城壁を登らなくちゃいけない。あ、勝ったうちの大将生阿弥陀仏状態になりましたけど、勝った、よし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 。ああ、よかった。引きましたね、相手が。やった。いやー、やりましたね。これ守れたのは結構でかいですよ、何気に。うわ、なんか来た！これは無理だ！
あ、これはもう、あ、これは諦めていいですかね。伊勢か。そうか。ミノ。ミノはこれはもう一戦交えるしかないですよね。さあ。始めましょう。ここにいっぱいいるな。鉄砲足軽、鉄砲足軽。鉄砲足軽、鉄砲足軽だけど、こっち側に敵部隊はいるのか？ここにいますね。鉄砲足軽。こう配置するよりも、こう配置した方がいいんじゃない？槍、槍、侍化診断、槍。まあそうですね。こっち側から来てないですね。こういう感じしてみましょうか。さあ来い。大将がこっちにいるのか。大将やりやりだ。これが切り込んでくるわけですね。こっちはこの大軍がね、もう始まってるな。弓の方が射程長いんですよね、鉄砲より。そんなこともないのか。そうだよね、弓の方が射程長いよね。これ弓なんだ。はあ。わ、なんか来てる。槍か。そうか。ちょっと、この部隊の展開を、こっち側にしましょう。弓。前線してるで。始まりましたね。鉄砲部隊の戦車が。こうなるとも弓はきついですよね。これこっち向いてるけど大丈夫。お前こっち向いてんだろ。もうしばらくいくつかの答えを。なんか変不思議な動きしてますね。ここに取り付くつもりなのかな。味方対象が危ないって言われてもそうですかとしか言いようがないですね。登ってきてますね。まあ当然っちゃ当然ですけど、敵の弓部隊に動揺が見られると。鉄砲のここはでも地獄ですね。あのこうな、登んなくちゃいけない距離が長い分だけ餌食になりやすいですよね。それだけ。こっちも、こっちはもうダメでしょ。こっちの弓部隊はもう、相手はもうダメでしょ。ということは集中しなくちゃいけないのはこっち側ですね。さて、登ってきてますね。どこまで壁際の鉄砲部隊が来られるか。相手部隊は引いてますね。崩壊してる。鉄砲強いですね、単純に。あ、ほらほら、もう崩壊しちゃってるもん。これすごいですよ、ほら。あえて登ってきてるね。でもほぼ崩壊状態ですね。そうそうしてる。こう登ってきてるけど、登ってきてるの崩壊しちゃってるからね。あ、これやった。これでも何が弓の雨を降らせてるんだ。今弓撃ってましたよね。矢が降ってましたよね。勝ちましたね、これきっと。こう一応あの、指揮を取り戻して帰ってきてますけど。しかもこの横っ腹に持ってめちゃくちゃに撃ってますからね。あ、勝ちました。楽勝ですね。やっぱりこんだけしっかり守ってると。城がちっちゃいのがいいですよ。城大きいとどうしますからね。
じゃあ終了しましょう。よし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 。これで反乱ももう起こさせる兵力もないでしょう。まあ、これはもうどうしようもないね。これはもう鼻から相手にしないでね。千葉市に懐かしいです。千葉市ね、門は開かれる。あ、もう開いちゃうかったね。うっとしな。これは戦わざるを得ないでしょう。さあ、まあ、とりあえずは始めてみてみましょうか。あ、城はこれぐらいが適正規模ですよね。霞んでてわからないな。こっちは海だからないですよと。霞んでるのが鬱陶しいですね。敵の動きがわからない。あ、いた。大部隊がこっちに展開してますね。鉄砲部隊こっち側に展開しましょう。こっち側にいないのか？大丈夫か？いてもおかしくないですよね。とりあえずは見当たらん。あ、いた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 。こうですね。ちょっとこっちずれてもらって。こういう感じしましょうか。飛び道具の部隊が3部隊しかいないのはちょっと苦しいかなっていう感はありますね。さあ来ましたよ。ちょ、倍の速さでオープンかい。展開したら休んでいいから。2部隊をこっち側に向け展開で、3部隊をこっち側に向け展開しましょう。さあ撃て、撃って撃って撃ちまくれ。やりやりやりややり、弓が少ないですね。やり、対象部隊どこにいるんだ。こっち側なのか。対象はやりやりやり、あれ対象部隊のいない、もしかして敵の攻撃部隊。うわ、すごいな。これが対象部隊っぽいですね。こう、なんか、旗印がちょっと違いますもんね。もうちょっと前に出よう。こっちが先に切り込んでくるのか。こっちを、こっち側に下げて、このヤシガル、ヤシガル部隊で守りましょう、壁を。だいぶ登ってきますからね。味方の大将が危ないと言ってももう気にはしません。こっちはどうだ。大丈夫なのか、この守り方。なんか展開の仕方おかしいぞ。なんかおかしいけど、まあ大丈夫ということでしましょう。こっちも前進しましょう。さて、こっち側は大丈夫ですね。陣を緩めましょう、ちょっと。あ、登ってきてる。さあ切り込んで来ましたね。早く動きなさい早く動きなさいでしょ。なんとかなってますね、これね。
なのがあってますね。よしよしよし。よし、鉄砲隊を残して反転。そして、この鉄砲隊でもって、相手の弓部隊に対して。これ、じゃあまだいるのか、敵。粉砕してるけど。もういないですよね。なんか外に出てるんですけど、それ出ないでもらえますか。帰ってきてください。よし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 。相手引いてるね。なんかいるな、こっちにも。動揺してるけど、こっちはなんとなく安定しましたね。侍家臣団をこっちにやって、まあ、こっちは弓対鉄砲の戦いになってますけど、まあ、壁もあるし、当然鉄砲の方が強いでしょ、単純威力だと。OK ですね。めちゃくちゃ嫌な雨が降ってるけど、まあ大丈夫でしょう。大丈夫ですね。崩壊しましたね。こっち側も崩壊しましたね。勝った。よし。いやー。守りきりましたよ。軍が上陸した？何これは？何これは？何今の？今のは何一体？あともう収入がもうないに等しいんですけど。参っちゃうな。いやー、参りましたね。どっからどう手をつけていいかもわかりませんよ。もうこんなとこに敵がいるし。じゃあまあまあ時間が時間なんでね、今回はこれまでと、長くなって申し訳ないですけどもね、今回はこれまでとさせていただきます。どうも皆さんご視聴ありがとうございました。また次回。